事業再生版タイガーファンディング。ではどうぞ。失礼します。ビジネスの再生を目指し再び立ち上がる志願者トラたちがその挑戦を迎え撃つ。ではまずご経歴をどうぞ。伊藤明則、23歳、愛知県豊田市から参りました。最終学歴は中学校卒業。現在の職業は、エクステリア業で独立しております。今回の希望金額と出資形態を教えてください。出資形態は投資で300万円でお願いします。あなたが思い描く未来の姿は？エクステリア業界の個人事業主の私を救ってください。では窮地の事業を再起せよ、リバイブザビジネス。それでは簡単な経歴を教えてください。はい、中学校を卒業後地元の高校に入学し、高校2年生の夏に、退学の方をしまして、地元の土木会社の方に1年間就職をさせていただき、その中でエクステリア業というものを知り、そこから転職をしました。3年間の修行を積んで独立の方をいたしました。今回のプランを簡単に教えてください。はい。エクステリア業に関わらず、建築業はお客様からの受注を受けてから、実際現場で施工する僕らのような個人事業主さんに至るまでに、一時受け、二時受け、三時受けなど、すごく業者さんを噛むんですけど、そこの紙をなくして、僕がもっと上の方に行けば、儲かるんじゃないかという案に至ります。声ちっちゃいな。すいません。うん。まあ、もう全然緊張しなくていいから、もうリラックスしていきましょう。はい。大丈夫よ、大丈夫よ。岩井さん以外みんな優しいから。はい。いや、僕は厳しいっすよ。ノックして、ドア閉めなかったこと、丸椅子じゃなくここに座ろうとしたこと、セリフ、全部、ちゃんと彼は、控え室でうちの担当から教えられてるはずなのに、そういう一個一個のことが最初に守られないっていうのは何なんだって思うんですよね、正直言って。あなたが思い描く未来の姿は？エクステリア業界の個人事業主を救いたい。エクステリア業界の個人事業主を救いたい、あなたを救うんじゃないですか。その事業主たちを救いたいって言って出てきたんですか？ごめんなさい、今の現状では僕が、救ってもらいたい立場であります。だよね、じゃあおかしくないですか、はい、今のまるでなんか相当上から目線で、こういう個人事業主の人たちが困っているから救ってあげたいって言ってるようにしか聞こえないんで、ちょっとこれ言い直しだよね。これもう一回言い直そうか。だって言われたでしょ。はい、そうです。それを一個一個守られないことが大丈夫って先に俺先入観持っちゃうんだよね、はっきり言うと。であれ書いたのはあれも救いたいって、いや救いたいって言ってる場合じゃねえだろうって俺が訂正しなきゃ偉くなってたわけでしょ。はい、うん、ダメっすよ、俺は厳しいっすよ。ちょっとまだパクッとしてますけど、個人事業主始めたのはいつなんでしたっけ？はい、2021年の9月に、はい、9月に始めましたと。はい、10月になります、申し訳ないです。それがエクステリアってことはいわゆる塗装とかそういうことなんですか？新築など中古物件などの、はい、リフォームだったりお庭のお仕事になるんですけど。おお、なるほど、はい、なるほど。多分あれですね、視聴者の方エクステリアって言ってもあんまり理解がしてない人もいると思うんで、はい、どんな仕事なのかをちょっとだけ教えて。はい、はい、新築などでお家を建てるときに造成工事という単純にブロックを積んだり、まあ、土間、車庫の下の生コンで土間を打ったりというお仕事をさせてもらってるんですけど。インテリアの対義語だよね。あ、そうですね、はい、ね、中のソファーとかじゃなくて外側のっていうことだよね。はい、うん、勉強になります。そっか、でも結構広いですもんね、エクステリアって言っても。多分いろんな
業者さんがいるわけですよね。いろんなその役割が違うわけですよね。そうですね、まあはい、あのエクステリアでもあのタイルを貼る職人さんがいたり、ね、ブロック積む職人さんがいたりいっぱいいるんですけど、うんまあ、それを総合的に見たエクステリアっていう、うん、あのそうですね。でそもそもあなたが新しい未来に関して、はい、そういう仕事やってる個人事業主である私を救ってくださいって話じゃないですか、はい、救ってくださいってことは今困ってるんだよね、はい、何を困ってるの？そうですね、あの実際あの独立をさせていただいて分かったことなんですけど、実際職人さんまで届くまでに僕らのような個人事業主さんになると孫受けだったり、さらにその孫孫ひ孫受けになってしまうことが結構多いんですけど、単価っていうかお金の面で従業員で働いてた時と変わらないくらいの金額になって僕らの方には来ることが多くて、そうなるとやっぱりあの保険だったりそういう面を含めると従業員でやってる時の方がいいのかなって思うことが多々あるので、まだその1個か2個上に行けるような形になればまだそのいいのかなという感じで今回ここに来させていただきました。自分で仕事取りに行ったらいいじゃないですか。はい、なんで仕事を大手がもらってそれを自分がもらうまで待っとくんですか、はい、自分で営業かけて取りに行ったらいいじゃないですか。はい、それはなんでしないんですか。その点も踏まえて僕が無知なことが多いのでちょっと今回ここに来させていただいて、あの大社長方の、大社長方、はい、すみません、大社長かどうか分からへん、すみません、駐車場が分からへん、いえいえ、その僕からしたらあのいつも YouTube で見てたすごい方々なので。その業界に関しては多分伊藤さんが一番よく知ってるのよ。経営とかはまあこっちの方が知ってるかもしれないけど、はい、ね、もうちょっと具体的にどういうふうに しようと思ってるかみたいなのを聞きたいですね。さっき島屋が言ったみたいに要は三次受け四次受けになるからもらえるお金が少ないわけですよね。当たり前ですね、中抜きされてるわけだから。もうちょっと上の方で仕事を取れればもっと儲かるわけじゃないですか。その動きはしてないんですかっていう。あのしたいんですけど、うん、実際それを至るにあたって、うん、まあ、資材を置く賭場だったり、まあ、仮にその仕事をお客さんから受けるにしても図面が僕らまだ書けない状況であって、 CAD っていうそういう図面を書く機材だったりそういうものが必要になってくるんですけど、それがまだ僕らではニュースあの手に入れることができない、うん、お金があればもっと上の仕事、上位レイヤーの仕事が取れるってことなの？そうですね、あとは僕のその経営力、あ、すみません、営業力になってくるんですけど、その点も踏まえて、まあ、そこなんだと思うんだけどね、はい、うん、じゃあちょっと聞いていいですか。はい、なんかこうやって会社がうまくいかなくなって、はい、借金があるとかじゃないの？借金はないです。ないんだ。そっか、じゃあ事業再生じゃ、ああなるほど、普通の通常版ですねこれは、うん、もうちょっと困っててくれた方が嬉しかったけど、あんま困ってない。借金とかないの？そうですね、今のところは。本当、じゃあ事業、これは後藤さんとしてはなぜ彼を採択されたんですか？まあ正直、有限会社角山商会代表後藤和義、愛知県を拠点に中古車販売、ガレージ予想、ウェブ制作、企画マーケティングなど多角的にビジネス展開、プロモーション、コンテンツ企画制作を手掛け、事業再生の虎、オーナーとして志願者を支える、あまたの事業を走らせるこの男、今宵いかなるビジネスを加速させる。お話をいただいたときに下請けから脱却したいみたいな話があったんで、まあこれってある意味まあ大人の意見だとか、まあ僕の意見だとかで、何かこう下請けからちょっとなんていうんですか、もうちょっと上のポジションに、まあ事業再生っていうとまあ難しい、その再生ではないかもしれないんですけど、こう何か力になれないのかなっていう思いがあって。でもこれって昔からそれが当たり前のね、あのやり方がある中で、まるで僕から聞いてると虎の皆さんこの仕組みを変えてくださいみたいな、めちゃくちゃでかいこと言ってるようにも聞こえちゃうんですよね。まあ、そうですね、もう僕も正直その、あの、まあ、僕も建築全然関わってはないんですけど、はい、まあ、よく下請けとか孫請けっていう話を聞くもんですから、まあ、実際ちょっと話を聞いた時に、あ、それじゃあこれ独立しても意味ないじゃんみたいなところ若干あったんですよね、話伺った時に。ただ何かこう僕らでできることがないのかなっていう思いで、
まあ、ぜひ出てくださいっていうお話をさせてもらったんですけど、例えばじゃあこれは自己資金50万含めた350万円というお金があれば、こういった、ね、事務所および資材置き場を借りるための資金100万円、 CAD 購入資金100万円、宣伝広告費50万、資材や材料費建て替え分100万、これを使えばあなたのポジションここだったのがここに上がれますよっていう話なんですか。はい。おお、すごいですね。それは本当？それだけ？それだけでそんなポジションに上がれるんですか。そうですね。ほんで実際の収入はどれぐらい変わるんですか。収入、今現状だと、まあ、70万から50万の間を前後してたりするところなんですけど、1日2万円くらいで働かせていただいているような形になってるんですけど、それだと実際倍まではいかないんですけど、倍に近いくらいの数字には持っていけるかなと。1個上がれば140万ぐらい入るってことですか。まあ1個、2個ですね。あ、2個。はい。こんな親戚とかいる人に頭下げて300万貸してください言うたら、みんなそうやってなってくんだろうか。月々にね、倍までいかなくても例えば120万になるんだったら50万浮くわけだから、ね、6ヶ月で半年で返せるけど、そんな感じ。はい。本当かよ。めちゃめちゃうさんくさい話ですよね。実際、まあ、こう今下請け孫請けみたいな形でやられてるじゃないですか。これ自分でこれ、まあ、このプランでいくと自分で直接お客さんとやり取りするから、要するに完全に中抜きがないよっていうことですよね、これ完全に。あ、はい、そうです。この CAD を購入した時に、 SK 新宿歌舞伎町美容外科歯科オーナー佐藤一徳、自ら施術を行う中2社の取締役を務めるマルチプレイヤー、新宿歌舞伎町を舞台に美容外科、美容皮膚科、美容歯科を組み合わせた最新医療の導入で、すごく綺麗、すごく可愛いを実現する。事業再生の M 志願者よ、ビジネスの立て直し、綺麗になる準備はできてるか。 CAD を購入した時に誰が書くんですか、そのデータを。まあ、勉強して僕が書くなり、まあ、もう一人僕妻と一緒にやらさせていただいてて、妻がそっちの方をやっていただければなとは思っています。あ、できるんだ奥さんは。まだ勉強なんですけど、勉強段階なんですけど。それでその勉強段階の人でプロの仕事を受けるっていう感じなんですか。あ、そうです。それまでにはもう覚え、完璧に覚えてやるように。全然その詳しくないんですけど、こうエクステリア業界ってこう家とかって言ってたと思うんですけど、はい、こうやっぱ安心して住みたいじゃないですか、はい、でそのレベルってそんなにすぐ到達するもんなんですか、データ的には。実際現場の方で経験しているので、はい、その点を踏まえれば大丈夫かなと思っております。はい、ありがとうございます。ほら、林さん寝始めたよ。すいません。林さんを起こすのが志願者のね、一番の目的なんだから。もう相当眠がってる。なんで眠いかよく分かんねえし、もうつまんねえやと思って寝始めるんですよ。あとね、声も小さいよね。あ、すいません。やっぱこうね、覇気を感じないよね、小さい。林さんの声も小さくなっちゃってるね、これ。ちなみにさっき退学したって言ってたんですけど、はい、なんでなんですか。なんで退学になったんですか。まあ、遊びの方に走ってしまったというか、まあ、ちょっと悪い道にちょっと進んでしまうというか、まあ、こいつちゃ何したんですか。バイクとか、うん、そういう系を、あ、暴走族ってことですか。まあ、中途半端にそういうことをやってて、うん、まあ、それでその頃は、はい、そういうことで警察にお世話になったことが多々ありました。でそこから建設関係に入って、はい、なぜまた独立しようと思ったんですか。なんで雇われちゃダメやったんですか。その時勤めさせていた会社が、うん、青函工といって溶接のような関係のお仕事もやらさせてもらってて、それの方が実際従業員で働いてる時は2年間やらさせてもらってたんですけど、そこに勤めてた時の社長がいろいろお話を聞く中で、こんな人になってみたいなと自分の方で思い、それから独立して社長になりたいっていうことで独立をしました。でも今23歳でさ、はい、60万70万稼いでんだから、ある意味大したもんじゃん。うん、うんうん、ねえ、
だけどこれじゃあその働いてた時と同じってことは、働いた時もこのぐらい稼いでたってことでしょ。いや、もうちょっと少ないんですけど、うん、まあでも実際その自分がまあリスクの方が大きくなった上で、それとまあ従業員、まあリスクは従業員の方が少ないと思うので、それをに比べるとやっぱり僕が思ってたよりかは稼げてないのかなという。実際妻の方にも手伝ってもらってやってたりするので、実際これを妻じゃなくて従業員でやってたらって考えると、ああ、そうだね、はい、もうちょっと少なくなってくるのかなと思って、うん、いやまあ分かるんだけど、でもこの年でまあ60万70万稼げてるってなかなかだと思うんだよね。で今ねまだ伊藤さんの話聞いてる途中だからあれだけど、はい、なんかこのなんか覇気のなさで6、70万稼げてたら俺結構御の字なんじゃないかなって思っちゃったりしてるんですけど、どうですかこれ、リスク取ります？こっから、いやこれでさ15万しか稼げません、はい、ちょっと生活できませんみたいな話だったら、はい、まあまあなんかわかるんだけど、結構もらってるよね。悪くなくない？これでキャドとか買ったり借金背負ったりみたいなことをしたいの？こっからしてやりたいですね、うん、今すぐ、はい、なんで？いやそのちょっと僕分かんないんですけど、うん、こちら側に座ってる社長さん方がどういうふうにその若い時がどうだったとか分かんないですけど、そっち側に早くたどり着きたいというか、うん、行きたいっていう願望が強いので、うん、もう何事も早くやった方がいいのかなという僕の勝手な考えなんですけど、なんか行き急いでますね、なかなかに。はい、うん、エクステリア事業で独立、思うように稼げなかったと語る志願者、怪しい空気感の中進むタイガーファンディング、中盤戦形勢逆転なるか。社長になって どうなりたいんですか？社長になれました、稼ぎました、どうしたいんですか？なってから考えたいですね、その辺は。じゃあ仮にイメージしてくださいね、はい、月200万、稼げました、はい、何するんすか？もっと稼ぎたいです。稼いでどうするんすか？稼いでお金をいっぱい持ちたいです。持ってどうするんすか？持ってどうかと言われたら分かんないんですけど、うん、とりあえずお金がすごく欲しいです。うん、なんかめっちゃ危ないなと思うんですよ、そういう人って。金だけ欲しいんやったら、はい、ぶっちゃけ何やってもいいじゃないですか、はい、人を騙してもいいじゃないですか、金が欲しいことが目的であればね、はい、うん、人を騙してまで稼ぎたいわけではないんですよね。いやそれは違います。うん、いやなんかそう、いや どうなんですかね、そんだけ。いやまあでも23ぐらいだとぶっちゃけ金とりあえず稼ぎたいんだよと、うん、っていう気持ちはわかるけどね。もしかして、うん、あれは奥様？はい、あ、そうですね。あ、そうなんですね。はい、奥様だそうです。なんか途中からそうじゃないかなと思って。伊藤さんね。別に。まずね、こっち側に座りたいなら、はい。もうちょっと声大きくないと難しいですね。すいません。うん、声小さい社長はまあ。はい。いや本当になかなかいないぐらい声小さいよ。あ、申し訳ないです。はい、なんか覇気を感じない人に。信頼してお金出したいとか手伝いたいとかって絶対思わないに決まってんだから、その一番原点のところが致命傷に今のところなってますよ、はい、なんでそんなちっちゃな声で自分の思ってることを相手に伝えることができると思う、はい、だって人一倍ちっちゃいよ。あ、うん、伝わんない全然そんなの。あの雰囲気に飲まれちゃってる感じですか？まあ、ちょっと緊張しちゃってる面はあるんですけど、まあ、そんなの言い訳になってしまうので。声はでかそうなタイプだなって見た目はすごく思うんで。普段はどんな感じなんですか？もっと元気なんですか？もう別人？完全に別人今。だって言われてるよ、ヨウさんに、はい、別人だってよ。いや全く別人の自分みたいにダメよ。僕もちょっとお話しさせてもらったんですけど、この内容で、はい、だから別人になってるんで、僕の方が逆に変に緊張しちゃってるような。いつもはよいしょーとかってやるタイプなの？ちょっとどういう感じなの、いつもは。よいしょーって感じですね。おー、いいやん、いいやん、いいやん。
本当暴走族では上の方やったんですか。暴走族とかそういうのではなくて、まあ、単純にあの中途半端に走ってるそこ。中途半端に走ってる走って捕まったんですか。道路交通法違反で捕まったんですか。そうですね、そっち系で捕まってます。それは中途半端なんですね。あのなんていうんですかね、あの皆様方の時代に比べたらそんな、うん、犯罪はしてないから。まあ俺も中途半端なことしてちょっと書類送検されて気持ち悪い、うん、なるほどね。だとはやっぱお金持ちになりたいってのもいいんだけどね。なんかとりあえず金ってあんま響き悪いよね。うん、理念とかが大事だからね、やっぱね。そう、とりあえずお金、まあけどね、お金持ちになりたいっていう若者がね今少ないような気がしてて、そう思ってないんだけど、こうあとはね、お金持って何したいって言った時にこうとりあえずお金なんですっていうのはあんま回答として美しくないんだよな。であとは話も広がらないじゃん。あ、そう、こういう車欲しいの、どんな車欲しいのとかさ、あ、こういう国行ってみたいんだとかでさ、話も広がらないしね。うん、フェラーリが欲しいです。まあわかるわかる、いいですね。気持ちはわかりますよ、ね、いいね。そうか、まあ若いって言ってしまえばそれまでなんだけど、こういう答えを言う人が俺が一番嫌いなんだよね。ああ、じゃあ勝手にやれや、人の金頼るなやって思うだけちゃいます。フェラーリ買いたいためになんで皆さんが汗水垂らして稼いだ金を貸さなきゃいけないんですかって話ですよ。あんたのはさっき林さんが言った理念じゃなくて単なる夢だから自分にしか向いてないの。自分が金持ちになりたい、自分がフェラーリ買いたい、勝手にせいやって話で、それがもしあなたのねと一緒にやってる従業員の要はその立場がもっと上に上がるようにとかそういう話だったら共感できるけど、金持ちになりたいって言ってるだけやんか。それなんで金もらえると思って来てるんやな。あ、わけわかんねえよ。フェラーリ勝手に自分で金儲けて買えばいいじゃん。もっぺだけ左右行ったら、なんでこう、あんたがフェラーリ買うためにこの人たちが金出すんや。意味わかんねえよ、お前。バカか、お前。まあ、僕ちょっと話がちょっと最初に伺ってたのが、この奥さんとかと二人で仕事してるのに実際は一人前しかもらえないとか、そういう話を僕ちゃんと伺ってるんですけど、それをちゃんと今回ここの場で話してほしかったなっていうのが今。で、まあ、実際一人前の人気しかもらってなかったりとか、なんか独立したことによってなんかマイナス面があるみたいなことを僕ちょっとお話伺ったんですよ。そこでちょっと共感して、まあ、今回どうですかっていうお話させてもらったんです。それ後藤さんが優しすぎるんちゃう。うん、なんでそこに共感するんですか。そうですね、なんか共感できないけど俺は全然。うん、そうね、うん、だって本当に今現実伊藤さんがお金に困ってるわけでもない、救ってくださいって言ってる、何を救えばいいのかなっていう、業界を変えてほしいとかってそんな大きなこと言われたって皆さん専門分野じゃないのにそんなことできないじゃないですか。そうですね、まあできないっていうか、まあ正直知らんがなって感じになっちゃってますね、はい。逆に自分がその業界を変えるために自分自身でやられたことってなかったですか。努力してやったこと、業界を変えるために。今のところないですね、まだ。ないんかい。なんでないんですか。なんでやれへんのさ。アイデアが浮かばない。アイデアが浮かばないっていうのもあるんですけど、そうですね、はい。まあ、あの、ちょっと厳しいこと言っちゃうと、株式会社ピナイインターナショナル代表茂木哲也、会社経営21年 IT 系を中心に4社を立ち上げ3社を M&A し売却、日本初のフィリピン人専門家事代行サービスを運営、事業拡大は止まらない。外国籍人材で未来を変える連続起業家の虎が志願者のマネジメントに切り込む。ちょっと厳しいこと言っちゃうと、はい、その金儲けしたくて独立しました、まあ、個人事業主になりました、でも奥様と2人で働いてることを考えるともらいが少ないなって考えちゃってる時点でもうなんかちょっと会社員やっといた方がいいんじゃないのっていう思考回路なのよね、俺からすると。うん、そう思いません？なんかそういうことじゃないんだよ多分。なんだろうな、戻った方がいいような気がするぐらいよ正直、会社員に。これ多分なんとなく独立したんちゃうんですかね。そっちの方がなんとなく儲かりそうで、なんとなく社長にうまいこと言われて、その社長も
雇っているよりも下請けにした方が社会保険払うんでいいから、うん、うまいこと言われただけちゃいます。あ、でもそこの前働いてたとこからお仕事はいただいてはいないので、一応。でもその社長からしたら儲かってますよね。儲かったっていう言い方はダメですけど、社保払わんでようになったし、サービス残業差しも訴えられないし、だなんとなく多分やって、なんとなくここに来たんかなって思うんですけど。あれ、その前の会社、勤めてた会社は全然違うことやってたんだっけ、ごめん。あの、エクステリア業の方もやってました。あ、そうだよね。はい。いや、なんかちょっと不思議なのが、その、人手不足の業界ですよね、これ相当、ここって。はい。そうですよね。そうですね。僕が社長だったら、優秀な子が社員にいたら、まず辞めないでほしいと思うんですよ。何としても引き止めたいと思うし、まあ最悪辞めたにしても絶対仕事でつながりたいと思うんですよ。はい。で、なんで受けてないんですか、それ新しい。あ、その会社、社長さんの仕事、元会社の仕事を。1、2回は行ったことはあるんですけど、やっぱり仕事を受けて、あの、僕らがいただくというよりかは、応援で人気をもらって、あの、やらせてもらうっていうことの方が多くて、で、実際僕らが、あの、奥さんの方と2人で行った時も、実際僕らが一つの現場を終わらせても受けてない分、人気でもらってる分、やっぱその少ないというか、1日2万円で僕らやらせてもらってたとしたら、4万円だけで入ってきて、その現場が3日で終わったとしたら8万円。あ、いや、そういうことではなくて、受けてないんですよね、社長のところの仕事。受けれないので。あの、受けれないの。はい。なので、そこからは。あ、もらいが少なすぎて。はい、なので、ね、うん、受けてはいないという。うん、なるほど。まあ、いったな。そうそう、出番じゃないですか。大丈夫ですか。なんか、言い足りないこととかあります？お金稼ぐ理由をもっと言った方がいいか。家族の本当の理由。なんか、奥さんが本当の理由って言ってるよ。聞きたい、聞きたい。じゃあ、フェラーリは嘘で本当の理由はあるんだ。金を稼ぎたい。もしくは、金を稼がなきゃいけない理由。自分のためとか。あ、じゃないよ、あ、じゃないよ。そこ聞きたいですね。金持ちになりたい、そう語る志願者の真意とは。次回、事業再生をかけた戦い、ビジネスの可能性、男の熱意を問う。それがあるのに、これを言わずにフェラーリに乗りたいですって言うのはおかしくない？